さあどうもこんにちは、モータージャーナリストのゴミ屋坂です。もう早朝撮影が厳しい時期になってきましたね。寒い、でも雨止んでくれてよかった。今日のイカライフ動画はこちらです。日産の新しいエルグランドですよ。どうですかこの顔つき。もうこれやっぱりね、僕写真で見てももともとエルグランドのこのスクエア基調でなんか平面的な作りに、でさらにこの押し出しの強い顔で、なんかちょっとスポーティー感もあるじゃないですか。僕これのスタイル好きなんですよね。このグリルが洗練されてきてちょっと興味を持ってましたけれども、まあ新しくシャーシがなったとかではないので、ちょっと皆さんの中でも今回のエルグランドの進化どうなんだよって思ってる方いらっしゃるかもしれないですけど、僕ここまで乗ってきてちょっと印象変わりました。なので、後々に試乗の動画も上げますので、それもご覧になっていただけたら幸いです。まずはちょっと車一周してみましょうか。もう基本は本当キャリーオーバーですよ。ここまでキャリーオーバーするかっていうぐらいキャリーオーバーはしてるんですけど、まあもともとエルグランドデザインは結構好評ではあるので、この辺りを大事にでも洗練させてきたっていうとこでしょうね。いや本当なんかスクエア基調でクロームのこのラインとかもかっこいいですよね。僕こういうライン強調本当好きですよ。で今回はこのフロントの押し出しのある顔、うおーなんかごつくなってきましたね。あ、ちなみにこれ新色ですよ。ディープクリムゾンっていうこのカラーですよ。新しい色になります。まあ特別色なので、でしかもこれ近くで見るとわかるんですけど、これツートーンなんですよ。ここからミッドナイトブラックですよ。これなんかミッドナイトっていう名前もかっこいいですよね。今回は全部で5色あるんですけれども、その中でツートーンカラーはこれのみですね。ディープクリムゾンとミッドナイトブラックの組み合わせで、あとは単色で4色あって、まあディープクリムゾンの単色もありますし、他白であるとか、まあ定番のブラックであるとかという形で、存在しております。どうですかこの見た目。僕個人的には好きですけどね。今回ちょっと整理されまして、今まではノーマルもあったしハイウェイスターもあったしっていうとこだったと思うんですけど、今回ハイウェイスターの一本化されております。なのでまあ全てがハイウェイスターという形なんですけど、まあそれでもちょっと実は見た目が違うのが用意されており、これノーマルのハイウェイスターじゃないんですよ。でノーマルのハイウェイスターはこの同じようなもうグリル形状ですよ。同じようなデザインなんですけど、これカラーがサテンクロームで、通常のだからこういうキラキラ系のクロームなんですよ。サテンクロームハイウェイスターは、でこれはアーバンクロームです。なのでこれブラッククロームなんですよ。だからブラック加色されているっていうこのクロームの加色になっております。まあグレード構成で言ってもハイウェイスターがそれがノーマルがあって、サテンクロームのがあって、アーバンクロームだからこのブラッククロームがあって、あとはプレミアがありますね。後で内装見た時にもお伝えしますけど、本革がついたりであるとか、あとパワーシートついたりであるとか、まあ装備充実ですね。でそれらの装備充実した上にハイウェイスタープレミアムアーバンクロームというのがまあ一番高いグレードになりますけれども、それがまさにこの車です。一番高いというモデルになっております。でそれぞれに対して250と350があります。 2.5 リッターの CVT、 3.5 リッターの CVT が用意されており、さらに言うとそれぞれに2駆4駆があります。これ2駆です。ちなみにこれで車両重量で1950キロありますよ。まあこの重量級のミニバンではありますけれども、これがだから250の肉でいうと一番まあ高いグレードですよね。プレミアーバンクロームなので、なのでそれでいくらかというと456万円ですよね、約で。はい、まあなのでそれをどう捉えるか、まあ僕はまあ最近ミニバンも本当高くなってきましたもんね。まあでもこれお買い得なグレードだと思います。もう内装も本当豪華でという形で、うん、プレミアですのでね。ちなみにアーバンクロームになった時に何が違うかっていうと、ホイールも違います。ホイールもこれアーバンクロームのホイール、ちなみにタイヤ225-558になります。で、はい、アーバンクローム、このあたりも全部ブラックのクロームですね。あとここもブラックのクロームですよ。このフォグライト周りもそうですね。ここは普通のサテンクロームなんだな、キラキラのクローム。まあしかしなんかいかつい顔になりましたね。うん、
ごつ、まあもともとなんかいかつい顔ではありますけど、エルグランドは。それがなんかさらに挑戦的な顔になってきた感じはしますね。後ろ見てみましょうか。まあこのツートーン、なんかこれはこれでおしゃれですよね。なんか白ボディに僕はなんかこのミッドナイトブラックのなんかツートーンあってもいいんじゃないのかななんて勝手に、まあ白好きなのでね、すいません本当で。さらにこれもだからブラッククロームですよね。この中もブラッククロームで、このクリア系と組み合わされた上でなんか凛としたような形になっております。ほらだからハイウェイスターアーバンクロームってエンブレムもついておりますよね。後ろからも結構存在感ありますよね。もう全車ハイウェイスターになったので、こういうリア周りであるとか、こういうスポイラーであるとか、サイドのスポイラーであるとか、もうこういうのはもう全車今の新型のエルグランドはもうついてくるという形になっております。まあなのであとは顔つきのこのギラッとしたこの黒光りしているのを選ぶか選ばないか、まあこのあたりがアーバンクロームの大きな選択の分かれ目になるかとは思います。あ、こことかも結構張り出し強いしね、フォグランプ周り。ボディサイズは全長もうほぼ5メーターに近いですよ。4975です。アーバンクロームは4975で、アーバンクロームじゃない普通のハイウェスターになると4965ですね。1センチだけ縮まりますね。え、顎が出てるとかなのかな、なんでその1センチ。ちょっとねノーマル見たことないからわからないんですよね、そこは。で幅は1850です。まあこのあたり変わらないですよね。で高さは1815で、まあそのあたりも継続なんですけれども、やっぱりこのエルグランドで注目はホイールベースが3メーターもあることですよ。まあ室内の広さ、使い勝手、まあそういうのももちろんなんですけれども、やっぱ走りが本当にね、このロングホイールベースになると穏やかになる。だからこの穏やかさがやっぱりエルグランドの長距離が楽であるとかのやっぱ源なんですよね。いや、この乗り味は改めて今ね、こういう風に新型として乗ってもやっぱ魅力だと思いますよ。でそこの背景にこの本当3メーターのロングホイールベースは関係してると思ったので、ちょっと改めて触れさせていただきました。じゃあちょっとエンジンも見てみましょうか。まあ改めてですけれども、あ、で結構ねサイドミラーは大きいです。なので視認性、視野角とか含めてすごい余裕があっていいんですけれども、結構張り出しは強いので、狭いところとかでたまにミラー畳まないととかっていうケースがあるかもしれないですね。まあでも僕はこの大きさなんか安心感あって僕は好きですけど。さあボンネット、あれちょっと待って、なんで、え、こんなにドアの閉まり良かったでしたっけ。エルグランドすごいんですけど、これえ変わってないって聞いてるんですけど、これ変わったっぽいんですけど、なんかね試乗してても変わってないって聞いてるのに静かなんですよ。不思議でしょうがないんですけど、この感触もちょっと違うんですけど、なんで、なんで。さあオープン。重、ボンネット半端な重、小さいのに。さあ 2.5 リッターですよ、直列4気筒です。でこの上には 3.5 リッターの V6 もあります。でこれ 2.5 リッターで、まあこのあたりも全部キャリーオーバーですよ。170馬力の5600回転で発生ですね、これ 2.5 リッターは。で245ニュートンです、3600回転で発生します。 2.5 リッターで245ニュートンなので、まあ平均的なエンジンの作りっていう言い方はできると思います。ちなみに 3.5 リッターは280馬力出てますよ、すごいですよね。280馬力。で344ニュートンなので、こちらも 3.5 で344ニュートンってまあ平均的っていう言い方ができるかと思います。うん、まあボンネットを開けてみて何か特別語ることはありますかって、ありません、すいません。まあでもこういったところもしっかり音対策ですよね。こういったところをいかに全部塞いでいくかとかも結構ね音にも大事ですし、あとここ塞がないと結構雨が入ってきそうな感じかな。いや、しかし目つき鋭いな。ちょっとライトもやってみよう。さあフロントは、あ、ここも光りますね、下も。でここにキュッという、だから V モーショングリルに合わせるようにここにちょっと斜めな V みたいな形になっておりますね。こんな見た目、いやでもこのスタイルやっぱ顔かっこいいっすよ。はい、後ろこの辺り光っております。後ろはもうちょっとなんかここ
豆電球みたいにちょっと見えちゃうな。これちょっと残念なところ。さあハザードつけました。はい、下が光ってます。うん、まあだから、うん、豆電球は嫌だな。僕買ったらあそこを LED に交換しちゃうかな。あ、フロントもか。日産さん、ここはやった方が良かったかもしれないな。 LED 化するであるとかは。フロントの顔、これだけグリルも押し出し強いんだったら、ここもなんか調和させた方が良かった気はします。じゃあ荷物室行きましょう。さあでは後ろになります。あの、ここはね、変わってないんですよね。手でやろうとするとこれ開かないんですよ。これね、なんか改善しても良かったんじゃないかなって思います。で、キーでやるとこれ電動で開くんですよ。これなんでなんだろうな。ちょっとこれは聞いてみたいな今度。ちょっとね、パワーゲートは摩訶不思議なことが起きてるんですよ。前もね、開けるときに、ボタンを押してもね、開けるの手動だと力でやんないといけなかったんですよね。で、これ良くないですか。僕これ好きなんですよ。エルグランドのこの縦でゴルフバッグがスポッと入ってっていう。で、これちょうど1個積みだと片方のシート、もうちょっと実際の僕、これ実際使うときはちょっと後ろに下げて、でこれ音が出るので立てていると、なのでヘッドカバーとかもちゃんとつけるんですけど、全部こういうね使い方ができて、でこれ倒れるんじゃないかとかってあるんですけれども、だからこっちのシートもうちょっとリクライニングさせちゃうんですよね。よっ、ほら、こういうような形で、もうちょっとリクライニングさせるんですけど、まあそうすると、これ固定にも使えて、結構この使い方、縦でポン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 ってもっと詰めるので、だから3人ぐらいでゴルフ行くとかで言ったら、ものすごい楽勝です。で、これ横積みももちろんできるので、これね、こういう使い方本当おすすめですよ。エルグランドはこのあたりは、まあ多彩ですね。こういう縦積みも含めて、横積み含めて6本。ゴルフバッグが詰めるっていうのもエルグランドの実は魅力です。まあ6人でこの車1台でゴルフ行くかってあるかもしれないですけども、まあ年に一度忘年ゴルフとか、まあそういった時に大人数でワイワイしながら、今は密を避けましょうっていうところではありますけれども、まあそういう使い方もできるっていうのも魅力的です。で、床下収納、今だからここにボコッとお尻を入れてたわけですけども、まあここにドライバーも全部抜けば、アイアンは入れたまんまですけども、ここに横に入れることも可能です。ちょっとね、ここの出っ張りが引っかかるのが気になるんですけれども、まあでも深さも十分ありますよ、この床下収納で。もちろんこれを蓋をすればそのままスポット平らになります。で、これ550ミリのロングスライド持ってるんですね、これは。なのでこれで今一番前で、これ一番後ろに、だまあ操作性も悪くないですよ。レバー引きながら椅子ごと引けるとか、だから力のかかり具合と方向性はちゃんとしっかり合ってますので、まあ550ミリ、まあこういったところで荷物どのぐらい積みますかと居住空間と調整ができるっていうのが。ちなみに外からパッと見た時に、これセカンドシート一番後ろ下がってますけど、まあ十分なるレッグスペースは。でこういう風に覗いただけでわかると思うんですけど、エルグランドはこの3列目がほんとすごいんですよ。だから大人6人がしっかり座れるんですよ。って言ってもこれセンターにも座れるので、これ7人乗り仕様です。8人乗り仕様もあります。ちなみにあのプレミアグレードになってくると、プレミアの名前がつくと全部これは、7人乗り仕様になります。要はこのキャプテンシートになっちゃうんですよ。だからこれがベンチ式に6対4でスライドができる形の、8人乗りもありますけれども、まあそれだとプレミアは選べないという形になります。シート倒すとどんなでしょうと。よっ、ほら、シート倒すのも本当楽ですよね。まあこういう形、フルフラットにはならないですよ。まあなので、まあこの辺りはしょうがないとこですかね。フルフラットにするには、もうオデッセイのように3列目シートをクルリンパで床下収納できるようにするしかないですよね。まあそれはそれで、シートの大きさがこれほどなんか充実させて、厚みも持たせて、クッション性持たせてっていうのができなくなりがちであったりとか、ちょっといろいろと、だからまあ車作りは一長一短ですよ。何かを足したら何かを失ったりはするので、まあこれはエルグランドはやっぱり3列目の乗り心地、まあそういうのまで含めてで仕上げてるっていうのは特徴的です。でこれ一つ日産さん、僕アイデアなんですけど、これこっちにもつけてあげて、これまあちょっとこのボードの剛性が大事ですけども、これ形状をこれ工夫してあげて、ここもちょっと工夫してあげて、これちょっと今ロック外しましたけど、
ここをパコッと言って、これでフルフラットができるようにしたらいいじゃないですか。形状合わせてあげて。なんかね、そこ欲しかったな。はい、ライトついてます。 12V です。はい、ついております。で、こういうフック、荷物を固定する。だからさっき絶対見てる方思ったと思います。そんなゴルフバッグここに立てたらガシャガシャうるさいじゃんかよの、まあそれはヘッドカバーすればいいんですけど、動いちゃってなんか嫌じゃないみたいな。だからこういったところで固定するんです。オーナーだったらもうゴムバンドみたいなんでペコってもう簡単に、まあ僕ならそうしちゃいますけどっていう、まあそういう話ではあります。はい、では鉱石行きましょう。はい、閉めるときはね、ほんとパワーゲート、開けるときがなんでキーじゃないとできないのかっていうところはあります。ちなみに開けるのはこのワンプッシュですよ。で、これあの買い、これ施錠予約もできます。施錠予約は例えばこれ、これレバーを、ロックを下げとくじゃないですか。この状態で鍵をちゃんと外に持った状態で、これで勝手に閉まったらもう閉まってますっていう、この状態ができます。まあなので半分インロックに近いようなやり方だな。これキーが中に入ったら閉まっちゃうのかな、怖くて試せないけど、閉まるわけがないな。いやでも手動でやったからどうなんだろう。これ日産の多分関係者の方が教えてくれそうだな。今の施錠予約をこれやったらどうなるかって知りたいです。すいません。いや YouTube 便利ですね。さあ、じゃあ室内ですよ。ちなみにこれもう形状でお分かりだと思います。はい、オットマンついてます。はい、もうこれオットマンはどちらかというと足を床に置いた時にふくらはぎの裏をサポートするような形で、まあ足の重みを少しでも軽減しようみたいな、なので足をブラーンと上げるっていうものではないですね。足ブラーンって上げようとするとここにもう靴当たっちゃうので、これ一番後ろに下がってる状態なので、ここスペース少ないですもんね。もう足当たりそうなのがわかるじゃないですか。まあなのでちょっと使い方としては、だからこれ理想は、うん、さっきパッと見たんですけど今回もないですね。だからセレナとかがやってるような、あの横スライドあったらいいんですけどね。これで一番後ろなんですよ。膝で押すなって話ですけど、すいません。これで倒した時にここがやっぱもう当たっちゃうので、シートの裏が、なのでこれがある限りはやっぱりロングスライドは無理で、まあなので複数人がもうゆったり座れるって、ここに主眼を置いて仕上げてる車になりますよ。じゃあ先にちょっと3列目行きましょうか。はい、3列目はこれを落とすだけで歩いて入る。で、いいよ。はい、まあ簡単に入れます。さあ、まあ簡単にエントリーできましたけれども、ちょっと閉めとこう。あ、ちょっと待って待って、せっかくだから施錠予約をして閉めてみよう。人が中に入ってて鍵もインロック。ああ、やっぱ開いた。ほらピピピッと言った。鍵が室内にあったらインロックはできないですね。いやびっくりした。そうか、ありがとうございます。自分で解決できちゃった。じゃあ座りまーす。足元はまあ入ります、靴楽勝で。まあでも片足実際はこういう風にちょっと出して使うような、斜めに座るような感じかな。まあこれ座り心地ほんといいんですよ。で、ドリンクホルダーあって、はい、小物置きあって、 USB がない、ないない、ここちょっと残念かな。 USB 欲しかったですね。で、ちょこっと、え、だって弟分のセレナとかが USB、 これオプションで用意されてるのかな。ちょっとそこ知りたいとこですね。調べてから言いなさいって言われそう。あ、これ乗り降りのレバーか。なるほど。あ、でもこれで簡単に位置は調整できちゃいますもんね。一番下げた状態で、だからこれが狭いモードですよ。狭いモードでも、まあ十分スペースはあります。快適とは言えないかもしれないですけど、って言ってるそばからでも快適かもしれない、これ。ほら、こんな感じです。で、シートを寝かすと、ほんとこんな感じでも座れますよ。もうだらっと座れます。結構これね、リアタイヤの上に座ってるので、乗り心地は良くないとは思いますけれども、まあでも十分座れるんですよ、この3列目。快適ですよ。で、3列目シート用のエアコンの吹き出しがあります。まあだから USB はあると嬉しいな。
で、これオプションの、そうだ、サンルーフがついてますね、この車。これ後ろ用と運転席用で2つがつくっていうのがエルグランドのこのサンルーフになります。さあ2列目。はい、ちゃんとテーブル起こして、このテーブルほんと使いやすいですよ。ここにドリンクホルダーとかがあるのは。で、アームレストもあります。まあ先ほど言った通り、ほら、足を置いて上げようとするともう引っかかっちゃうじゃないですか。だからもうこのオットマンは足を普通に床に置いた時にちょっとふくらはぎ後ろ下から支えてくれるような形で、浮くか浮かないかぐらいで使うのが、まあ一番エルグランドのこのオットマンは楽って言われております。で、本当はだからこれで、さっき言いましたけど、シートがセンターによってドーンってロングスライドが、まあアルファード、まああのオデッセイみたいにできたらすっげーいいじゃんって思うんですけど、まあそういった変化はなしで、そのままキャリーオーバーで来ましたね、今回の新型。そこはちょっとね、残念なところ。まあでも、やっぱエルグランドの良さは、このシートの肉厚さですよ。シートがね、ほんとクッション性がいいんですよね。このあたりは魅力。これが実はエルグランドの乗り心地の良さの実は秘訣だったりもします。シートここまでですね、倒れるの。これでもう後ろが当たっちゃうので、でもこの状態じゃもう走っちゃいけないので、シートベルトが全然効かないので、これでもしドーンって追突したら、スポーンってこれでね、下に潜っちゃうので、こういうやり方、座り方はほんとシートベルトを無効化させちゃうのでダメなんですよ。ある程度ちゃんと体を起こしてあげて、シートベルトの拘束力を活かしてっていうところになるかと思います。で、まあこの状態ぐらいだったらまだ走ってもいいと思うんですけど、これだと前がちょっと見にくいじゃないですか。だから前見ようと思ったらこのぐらいで乗りたいじゃないですか。なのでここに中折れ機構のレバーがあって、あった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 、これを使ってあげると、よっ、上側だけがこういう風に起きてくるので、まあそうすると本当いい感じですごい座りやすいですよ。体はちょっと寝てるんだけども、首元は少し前出てる。まあでも本当ね、エルグランドはこのテーブルがすごい便利、で、いらない時に畳めばウォークスルーができて3列目にも行けると。で、もちろんこれ、まあ前席の方も使いますし、後席の人が置いてもいいかもしれないですね。で、USB が後席用はないんですよ。だから、まあ、それも含めてここにたくさん USB が、ほら、どこどこどこっと並んでるんですよね。フロントの、センターボックスのところ。ちなみにサンシェードもついております。ここドアポケットあります。ドリンクホルダーもあります。さあ、前席行きます。あ、ちなみにモニターはここに、はい、出てきます。子供とかは DVD 見たりもできます。もちろん専用エアコンです、後ろは。さあ、じゃあ今回最も印象深く変わったところ行きましょう。前席ですよ。前席はね、結構違いますよ。先に気になるポイントをお伝えしておきます。キック式のまだサイドブレーキです。電動パーキングは欲しかった。日産さん、よろしくお願いいたします。ノートだって全車電動パーキングブレーキですもんね。なので、そのあたりのブラッシュアップは欲しかったですね。で、これ USB、このあたりはすごい使いやすいんですよ。ドリンクホルダーもここにあり。だからこれ、後席用で本当使うっていうイメージですね。前の席用はこう。で、閉めた時の、まあ、質感ももちろん高いです。指紋がちょっと気になりますけどね。ハイグロス仕様は。はい、ドリンクホルダー。で、シートヒーター、ここにあります。で、ここも小物入れ、あります。で、その下に 12V があり、ちなみにこれハンドル見た時にこれアーバンクロームってすぐわかります。アーバンクローム、これ本側のステアリングに木目調のこれがつくんですよ。だからコンビハンドルになるんですよね。で、やっぱりここですよ。ちょっとかけちゃいましょう。今イグニッションオンにしたら、さっき僕が運転していたシートポジションに合いました。なのでこれパワーシートですよね。だからこれパワーシートっていうだけでもうこれプレミアですよ。で、しかもさっきからもう見てますけれども、この本革シート、だからこれもプレミアですよ。上級仕様とか質感求めるとかであれば、やっぱプレミアムを選ぶのがいいかとは思います。で、やっぱり本当何よりこれですよね。10インチですよ。
10インチの大型モニターになり、まあモニターだけのサイズで言えば10インチって別にそんなびっくりするほど大きいわけじゃないじゃないですか。あの輸入車税とか今 12.3 インチなので。よく喋るなこのナビで。まあその周りをハイグロスで囲っているので、ちょっとモニターが大きく見えるようなそういう加工でも、でそこから下につながるこの辺り、今までボタンがすごいごちゃっとしてたのが整理されましたよね。この辺りいいですよ。エアコン周りも基本としてはマニュアルの操作として全部ボタンは出ていますので、まあ操作性も悪くなさそうですね、この辺りだから。質感が上がった上にこういう操作性が良くなるという意味ではこの作りとてもいいと思います。まああとは全般的にこういう水平基調で仕上がっているので、ちょっと室内はなんかね広く感じますね。あの1850の車幅ではありますけども、まあミラーが大きくてっていうのも関係しますけれども、新車としてなんかね大きい車に乗ってるようなちょっと優雅な気分にもなるのも特徴です。あとこれはもう細かい話ではありますけれども、360度細かくはないな、これ大事にする方多いですもんね。あの360度のやっぱ安全性能というところで、フォワードコリジョンであるとか、まあ、自動ブレーキ系から、誤発進抑制からそういったあたりは全部充実させてきました。まあでも電動パーキングブレーキがないので、なので渋滞とかでのもう自動追尾であるとか、停止保持とかそういうのはできないですね。なのでそこプロパイロットの最新型とかにブラッシュアップしてくれたらってありますけど、あれは基本的には結構ごっそり中身入れ替えないと最新型にはコンバージョンできないので、だからまあ、そこがちょっと一個残念なとこですね。安全性は今回の新型でちゃんと充実させてきてはいるんですけれども、今までよりも運転支援も充実させてきてはいるんですけれども、最新型の先日体験したノートのあのレベルを考えるとっていう話にちょっとなっちゃうな。まあでも改めて、いいじゃないですか、Lグランド。まあこれであとは乗り味がどうかというところですね。まあ僕はちょっとね、Lグランド個人的に結構好きなので、ちょっと今回偏ったような話になっちゃってるかな、申し訳ない。まあキャリーオーバーをして価格の向上を防ぎながらっていうところの進化っていうのはまあ分かるところです。まあでもここはいいですね。では走っていきましょう。どんな乗り味かというところです。いやー好きな車だからすげー長くなったな動画今回、すいません。本当いいじゃないですかね、エルグラ。でも僕だったらプレミアだからパワーシートじゃない方がなんかいい気もするんだよな。パワーシートだとこれ例えば後ろ下げるのにこれだけ時間かかるじゃないですか。そうすると足抜くまで時間かかるんですよ。これをあのマニュアルだったらガチャンですぐ下げれるじゃないですか。そうすればこういう車は後席からそのまま降りてもいいですし、まあ、助手席からこのままスルーでパッと降りることもできるので、まあ、そう考えるとだからこういうミニバン系になってくるとパワーシートがいいのかどうかっていうあたりは、一長一短ですよ。だからまあ車は本当何かを得たら何かを失うみたいな。はい、ちなみに、はい、助手席のオットマンです。